さあお車さんたちもねやり過ごして、他のバイクとかもね先にちょっと行ってもらったんで、ここからね大菩薩ラインの美味しいとこ前方クリアにした状態でね楽しんでいきたいと思います。行きますよ、ゴー。ちょっとね路面結構雪あるから危ないかもしれないですね。様子を見つつ、あ濡れてんな、様子を見つつ行きましょう。あダメだこれ濡れてるわ、あらららら、らやだな。そっか雪がこんだけあるとね、雪がこんだけあるとしぶきがいっぱい出ちゃいますね。嫌ですね。ちょっとね日当たりいいとこだけ楽しんでいきましょう。おいよー、あーダメだ、くさー、雪がこんなにあるってのはちょっと想定外でしたね。うん、雨が降ってまあね路面が朝のうちは濡れてるっていうのはあったかなとは思ってましたけど、こんだけ雪の塊がゴロゴロある状態だとはね想定外でした。なんか除雪してね塊が路肩にあるような状態っぽいですよね、なんかね。さすがにね寒いですもんね。これじゃあちょっとね楽しむ感じじゃないですね、路面濡れててね。日当たりいいとこが来たってところだけ、こういうとこですかね。でも3速で入っちゃったから、なんか雪があるだけでなんか道幅が狭く感じますね。びしょびしょだ、これ帰ったら洗わなきゃ。嫌だな、こういうところこういう時に走りたくないんですよ私。さあ現在気温3度、ほう3度ですか、寒いよそりゃ。確かになんかね空気がスースーしますよ。まあ水流れてるし、まあ、しょうがないですね。ちょっと当てが外れました。雪の塊から水が、これはもう前線こんな感じでしょうね。しょうがないっす、汚れちゃうよ。さあ山梨側、いい季節景色をね楽しんでいきたいですね。何やってんですかこの人、こうやってやるとタイヤが温まるんですかね。さあ日当たりいいし雪もない、ここから大きく曲がるコーナーは楽しんでいきたいと思います。トンネルの中気をつけましょう。
のハングオフさせる感覚が気持ちいいですね。これがたまらんす。大菩薩ラインはやっぱりね、このね、筑波のね、コーナーみたいなね、この R の大きさ、そこがね、気持ちいいんですよね。ここなんかね、もう筑波の最終コーナーみたいですよね、もうね。